西鉄グループ西鉄バス西鉄バス北九州一般路線バス一般路線バス電車代替バス電車代替バス高速バス西鉄バス北九州株式会社は西日本鉄道の子会社の一つで福岡県北九州市を中心に路線バスを運行するバス事業者である西日本鉄道が100%出資している西鉄バス北九州の設立により 西鉄の発祥の地である北九州地区での西鉄直営の交通事業はなくなった。西鉄の源流である九州電気軌道の流れを組んだ北九州営業局が2000年の路面電車線からの撤退を経て西鉄の路線バス事業の再編の方針を受けて2002年に本社から分離独立したものである。それまでも西鉄は不採算路線を 地域市街車に分離させていたが、営業局の独立という位置づけがあり、不採算で分社されることの多い他社とは、違い主要路線では本体並みの輸送量や路線規模を持つなどするため、他の地域市街車と扱いが異なる点が複数ある。現在は、北九州市内及び、近郊の一般路線バスを中心に、北九州市内発の高速バス、特定輸送バス、貸し切りバスを運行している。 ただしエリア内の貸し切りバスは、主として、西鉄観光バスが営業している。2005年6月には、北九州地区のバスが、乗り放題の定期券、特パスが導入された。使用可能範囲は、北九州市、神田町、行橋市、中間市、能型市となっている。なお、能型市は、イオンモール、能型バス停のみ利用可能であり、その他のバス停では乗降することができない。 電子マネー、ニモカについては、2008年10月19日から、小倉、八幡の両営業所で導入を行い、2009年7月13日には、全営業所への導入が完了した。定期権類は、2009年9月15日に、特パス搭載のものがニモカに移行開始、その他のものは10月15日にニモカに移行開始した。ニモカ移行に伴い、 それまでの時期式、バスカード、定期券は2009年9月30日をもって販売を終了。2010年3月31日をもってサービスを終了した。営業所の名称はその時々の状況によってかなり変化している。2008年夏以降は、有人事業所が再び営業所名称に統一された。 同時期以後独自に作成した路線図やモニター募集のチラシでは営業所表記に統一しているが公式サイトでは2014年7月1日時点では行く橋の拠点がそれぞれ車庫の扱いとなっている2019年9月1日現在営業所表記及び記載順序は公式サイトのバス営業所一覧の記述に基づく北九州市内とその周辺で 約九十系統のバス路線を設定している。路線数が多いため、路線の詳細な記述は省略する。系統番号が同じでも路線名が異なることがあり、反対に路線名が同じでも、経由地の違いにより、路線番号が異なる。北九州市は、強い経済的結びつきを持つご市の、合併によってできた都市であるため、バス路線も、複数の区にまたがって運行される路線と、 一つの区内のみを走行する路線が混在する。都心部を発着もしくは経由する路線については、方向幕時代には方面別により、行き先表示器に表示される行き先番号に色付けがされていた。行き先表示の LED 化が完了した現在は、方面表示については、行き先表示とは別に、地の色だけを幕で表示するようになっている。なお、方向幕時代における、 路線番号表記は、小倉駅方面域の路線は白地に赤文字、黒崎方面域の一部路線は白地に濃い青文字となっていた。北九州市に関しては、若松区内のみ、北九州市交通局が存在する関係で、ほとんど事業展開がされておらず、路線、本数ともにわずかしかない。また、かつては、音賀郡水巻町、音賀町、岡,町岡垣町、 宗形市にも路線が存在していたが、水巻町の路線は2009年3月末、恩賀町、岡垣町、宗形市からは2005年3月末で撤退した。恩賀郡は芦屋町も大半の路線が2005年3月末で撤退、その後は北九州市交通局との共同運行である、芦屋急行線の一部を運行するのみとなったが、こちらも2017年3月末の廃止に伴い、 道庁からは完全撤退。山口県下関市にも関門橋経由で北九州空港エアポートバスが運行されていたが2011年3月をもって撤退している。ここでは2016年10月1日以降における運行本数が多い路線、本数は少ないが各地域における重要な路線についてのみ紹介する。その他の路線については 各営業所の項を参照。番号はすべて、行き先番号。なお、ローカル系統に、同一行先番号が用いられているケースもある。バルー途中で、奇襲点となる停留所。高速バス以下の路線を運行している。は、運行担当。砂津小倉駅、中谷北九州空港と走行する、各定便と、砂津小倉駅北九州空港と、 小倉駅を出発すると空港まで止まらない、ノンストップ便が存在する。特定バスとして、日本製鉄や渡製鉄所、小倉地区の従業員に輸送用のバスを運行しているが、実際の運行は、西鉄グループの北急西鉄タクシーに委託している。ABC 西鉄バス、北九州株式会社第十八期決算広告、北九州市内では、主に旧若松市営バスと競合しない6つの区を、 中心に事業展開が行われている。北九州市交通局へ運行移管完全子会社の九州合併に関するお知らせ。西日本鉄道。2018年8月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年8月2日閲覧。小倉ループバス運行休止について。西鉄バス北九州。2020年2月26日閲覧。 高速バス、小倉福岡空港線運行終了について、西日本鉄道、http://www.nishitesu.co.jp/. リリース /.2019/.1926pdf2020 年2月26日閲覧。乗務員不足に伴うバスの減便について、西日本鉄道、 http://www.nishitesu.co.jp スラッシュリリーススラッシュ2019スラッシュ1957 pdf 2020年2月26日閲覧西鉄高速バスの解散に伴い従来の北九州支社は2019年4月1日からは西鉄バス北九州北九州高速自動車営業所として 小倉自動車営業所とともに西鉄バス北九州本社ビルに開設。なお、北九州高速自動車営業所は全路線が西日本鉄道からの管理委託方式で運用しており、乗務員のみの所属となる。車両はすべて同所内にある西日本鉄道北九州高速第二自動車営業所所属となっている。それより西鉄バス北九州発足前は、 文字港駅、関門橋からと下関駅間の急行バスを急行職の一般路線バスで運行していたが廃止された。その廃止時期は不明。また、下関市はもともと三電交通の運行エリアでありこちらの方が路線、乗客数ともに充実している。東九州自動車道を活用した新たな高速バス路線、北九州別府、大分線運行開始日,日決定。 西鉄バス、北九州株式会社ニュースリリース平成27年2月18日、祝、愛称決定。湯の国交代西鉄バス茶。北九州新着情報2015年9月13日付、7月18日から、高速バス、北九州湯布院線期間限定運行。西日本鉄道、2015年7月16日閲覧。ありがとうございます。